これで手打ちにしましょう。俺が一方的に手を打たれてる気がするんだが。代わりに私の髪を好きに触っていいから。え？あ、でもあんまり強く擦らないでね。色が落ちるから。もう大丈夫みたいね。カバリネはフラム人が大手を振って歩けるような国じゃないんだから。やっぱり行きたくね。今日のところはこれまでにしておきましょう。ねえクラディオス、あなたは西側の出身だったわよね。精霊祭って知ってる？もちろんですとも。殿下はレベティア教についてはご存知ですな。西側で有名な宗教よね。おおむねその認識で不足ありません。そして精霊祭とは春先に行われるレベティア教の祭礼の一つです。かつて神の加護を得たカイソ・レベティアが人々を苦しめる強大な悪魔を退けたことが由来とされ、その偉業を称え感謝する日です。へえ、そういうお祭りにお兄様を招待するってことは、カバリヌはナトラと仲良くなりたいのかしら。